さあ行くぜ、新型のアップルウォッチウルトラカモン。水に入れてから圧倒的に操作が鈍くなってる。これ大丈夫か。よいしょ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 、はい、届きました。こちら爆弾でございます。今回はダダーンと、はい、こちらに2つ爆弾用意しました。片方が時計型の爆弾で、もう片方は耳につける爆弾です。僕はもちろん2つともレビューするんですけれども、今回は先にこちら、はい、こっち時計型の爆弾からレビューしていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。じゃあ早速ね、開けていきます。いやもう楽しみすぎるよねこれは。ペリペリあります。ペリ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 。え、もう早速来る感じかな。こっちから開けるタイプか。はい、こっちからオープン。3、2、1、オープン。おー、ありがとうございます。アップルウォッチ、アップルウォッチエンボス加工で彫られてます。で、裏側見ていくと、はい、ここですよ、ここウルトラ、ウルトラって書かれてます。いやー、開けていきましょう。まずここをペリッと、うわ、ペリッとペリッと、おさすがアップル。もう見てくださいこれ、もう波みたいになってんの。え、これオーシャンバンド頼んでるからかな。オーシャンバンドは水の時計なんですよ。あの、水に強いバンドが入ってるの。あ、だからこれ海なんかな。いや、全部海なんかな。いや、これはちょっと他の方のレビューも見ながらパッケージは見ていきたいですね。はい、ということでアップルウォッチと書かれてて、はい、紙があります。はい、こんな感じでアップルウォッチウルトラ、はい、こういう仕様だよっていう説明がありますね。え、こんなんなんか親切じゃね。こんなんあったっけ今まで。で、うわぁきたー。はい、これが本体でバンドでございます。よし、じゃあ本体から開けていこう。やばい、うわ、ペリペリあるやん。ペリペリいきます。いやもう SDGs やね、こういうところも。もうアップルはプラスチックを使いませんから。はい、こんな感じでございます。さあ行くぜ、新型のアップルウォッチウルトラカモン。ポン、おお。ありがとうございます。やばいやばい、うおー、おー、まあずっしりやけど、なんかそんな思ってたほどではないかも。高級感が半端ねえ、チタニウム。後でね、いろいろ説明はしていきますけれども、どうやって開けるのが正解なのこれ。うおー、四角、めっちゃ四角い、めっちゃ四角いわ。はい、こちら、めっちゃフラットです。このね、今までアップルウォッチって、はい、こんな感じでちょっと曲線描いてたんですけれども、アップルウォッチウルトラは、めちゃめちゃフラットです。で、他に入っているものはデザインドバイアップルカリフォルニア書かれてますね。あ、これケーブルか、充電ケーブル。おお、え、お、めっちゃいいやんこれ。マジか、布や、布ケーブルです。神だ、これ外し方わからなすぎるんやけど。まあ、ぶっちゃけ使わんけどね、使わんけど、せっかくやから開封したい。はい、はい、こんな感じで先端がタイプ C で、ケーブル自体は、まあ、布っぽいファブリックの素材になってて、で、なんかアルミかな、これはアルミでできてる充電のポートがあります。はい、こっちですよ、こっち、オーシャンバンドね。オーシャンバンドも開けていきましょう。いや、後でね、いろいろ外観とかは見ていくんで安心してください。さあ行くぜ、オーシャンバンド。これもペリペリで開けて、おお、なるほどなるほど、なんかパーツが何個もあるんや。で、他には説明書ね。おお、あ、でも思ってたよりごつくないかも。なんかもっとごついかなと思ってたからけど、思ってたよりごつくないかも。おお、はい、こちらがオーシャンバンドでございます。で、アップルウォッチウルトラね。じゃあ早速つけていこうか。あ、やばい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 、リンゴ切っちゃったよ。リンゴ切っちゃったよ。バンドつけてる間にリンゴ切っちゃった。押しちゃったボタン、やばいやばいやばい。早くつけて。はい、オッケー。うわ、思ってたよりも白い。どれが正解なんだ、つけ方がわからん。はい、ということでとりあえず開封が終わりました。アップルウォッチウルトラでございます。はい、ということでまず僕が購入したモデルについてお話ししていきたいと思います。僕が購入したのは Apple Watch Ultra のオーシャンバンドの白色を購入しました。 Apple Watch Ultra に関してはバンドが3種類出ておりまして、アウトドアとかベンチャーに強いフックで固定できるタイプのアルパインループ。これは山登りでも絶対に外れないようになっているバンドでございます。そして2つ目が軽くて伸縮性があって、 Apple が作った中で最も薄いバンドであるトレイルループでございます。これは走っている人、ランニング向けのアップルウォッチのバンドとなっておりまして、走ってる人って血管とかが浮き出て腕の太さが若干変わるみたいなんですよね。まあ、そういう人に対してすぐに腕の締め付ける強さを調節できるトレイルループ、
そして3種類目の僕が購入した水に強い、まあ、ウォータースポーツとかダイビングする人向けのオーシャンバンドっていう3つのバンドがあります。でなんで今回ねこのオーシャンバンドを選択したのかっていう話なんですけれども、まあ、Apple Watch をね使う時に、まあ、一番ね自分が合う環境ってどこかなっていう風に考えたんですよ。まあ、僕はね別にランニングするわけでもないので、まあ、トレイルループじゃなくていいかなとか、あと山登りするわけじゃないので、まあ、アルパインループでもないなっていう風に考えて、まあ、一番使うのは多分サウナとか温泉とか、まあ、水系が一番使うかなっていう風に考えたんですよね。なので今回はこちらのオーシャンバンドにしました。で、Apple Watch Ultra を購入した理由に関しては別の動画で上げておりますので、よかったらねそちらを見てみてください。はい、ということでこちらの Apple Watch Ultra 早速セットアップしていきたいと思います。 iPhone を Apple Watch に近づけてくださいって出てるので、この前買ったばかりの、はい、こちら iPhone 14 Pro Max やっていきたいと思います。はい、近づけました。お、そうすると一瞬で、はい、こちら Apple Watch の表示が出てきましたので、こちらを続ける押します。で、 Apple Watch の設定っていう風に出てきたので、まあ、自分用に設定をして、で、 Apple Watch をカメラに近づけてください。はい、はい、Apple Watch のペアリングがこれで完了しました。まあ、さすがここは Apple エコシステムという感じで、 Apple Watch をどちらの腕に装着しますかって出てるので、左を押して、まあ、これやってる間にちょっといろいろデザイン見ていきますか。Apple Watch Ultra のデザインがこんな感じとなっております。ボディ自体がまずチタンでできておりまして、画面の大きさは 49mm あります。今僕が使っているシリーズ5は 45mm なので、約 4mm 大きくなっているということになります。で、さらに横の厚みも増しておりまして、今までのシリーズ5と比べると約 4mm 厚くなっているようです。で、サイドのボタンに関してもこちらの方がねちょっと出っ張っていて押しやすくなってます。で、一番の違いは反対側なんですけれども、はい、こちら反対側にはアプローチウルトラはアクションボタンという新しいボタンがついております。これによって、まあ、いろんな操作をここに割り当てれるということですね。まあ、ここの使い道ぶっちゃけまだあんまり分かってません。で、あ、アップルウォッチのねとりあえず解析が完了しました。はい、パスコードのね画面見比べるとこんな感じですね。まあ、でもこれに関してはあんまりでかくなってるような感じしないけどね。画面はでかくなってるけど、このパスコードを入力っていうここの文字の間に関しては行間はなんか空いてる気はするけど、このパスコードを打つ文字の大きさはなんかそんなめっちゃ変わってる気はしません。で、あ、文字は大きいとかもできますね。はい、今この状態が結構普通なんですけど、はい、文字をねこんな感じででかくしたりちっちゃくしたりできます。まあどれぐらいがいいかな。でもせっかくでかい画面使ってるし、ちょっと大きめに使いますか。で、次にフィットネスのね画面を入力していきます。次にヘルスケアに関する通知を受信、ノイズとか心拍機能をオンにしますかっていうやつですね。まあ、とりあえずこれオンにしておきましょう。心臓の薬を服用してますか。してません。モバイル設定は、そう、なんせこの Apple Watch Ultra はセルラーモデルなんですよ。SIM を登録できると。なので外でもこれ一つあれば電話ができるという機能もあります。まあ、今回はちょっと SIM 用意してないので使うことができません。アクションボタン、お、来ました。これですよ、アクションボタン。ここでいろいろ変えれるみたいです。ワークアウトしたり、ストップウォッチつけたり、あとはウェイポイントを作成したり、バックトレースやったり、あとはダイブもできますね。で、あとはフラッシュのライトオンオフ。まあ、一番使うのは多分ストップウォッチでしょ。なので今回はストップウォッチで使っていきます。で、続ける。推進アプリは水中で自動的に開き、水温、時間および水深を測定しますということで、水中に入ったらもう自動的に水温とか水深とかを測ってくれるんですよ。これはなんか温泉とかめっちゃ楽しくなりそうっていう話を、まあ、友達としてました。温泉入って、うわ、今この水の温度42度やでとか言えるんですよ。まあ、変態よね。水深を開くとします。ずっと画面の表示をオンにすることもできます。こっちは画面の表示ずっとオンにしてませんでした。はい、オンにして OK で、アプリを表示、まあ、これは、リストの方が圧倒的に見やすいんでリストにしてます。はい、で、今同期が始まりました。ということでこちらの Apple Watch Ultra なんですけれども、どこに何の機能があるのかご説明していきたいと思います。まずこちらのダイヤルがある方からマイクが一番端についていて、ここがサイドボタン、ここのちょっとした出っ張りあるじゃないですか。この出っ張りをクラウンガードっていうみたいです。ボタンを守ってくれガードが今回ついています。で、オレンジ色に光るダイヤルがここにあって、あ、これ回しやすさもめっちゃいい感じですね。でも今までの Apple Watch とここの操作性はあんまり変わらない。で、一番右側についているのが水深とか水系の測定をしてくれるセンサーが入っております。で、サイドにあるのがこちらのオレンジ色に光るアクションボタンと、あとは一番右にあるサイレンですね。ここからまあ音を鳴らすこともできます。で、ここは多分水とかが出てくるところかな。水とか Apple Watch の中に入ってしまったらここから水とか出てくるんだと
と思います。はい、で裏側はねこんな感じとなっております。大きなセンサーがここにあって、まあ、ここで、血中酸素濃度とかあとは皮膚温センサーも入っております。ガラス自体はサファイアガラスになっておりまして、なんかドリルでねやっても傷つかないみたいです。どんだけ強いねんって話ですけど、まあ、これほんまにその耐久性があるのかは謎です。でバッテリーに関しては今までの Apple Watch と比べて倍になりました。今までが18時間だったんですけれども、こちらの Apple Watch Ultra に関しては30時間持ちます。省電力モードにしたら60時間持つということで、このバッテリーに関してめちゃくちゃ期待してます。これはまあ実際に2つとも使い比べながらバッテリー本当に2倍持つのか見ていきたいと思います。で温度に関してはマイナス20度から55度までの環境で使えることになっておりまして、まあ、めちゃくちゃ寒い山のところに行ってもちゃんと動くし、あとは暑い砂漠とかに行ってもしっかり動くようになってます。水深に関しては40メートルまでダイビングできて、画面の明るさに関しても今までの Apple Watch の2倍の2000ニトになっております。今までは1000ニトだったんですけれども2000ニトになってます。でこの2000ニトはめちゃくちゃすごくて、今までの iPhone シリーズに関しても iPhone13 は1000ニトだったんですけれども、今回 iPhone14 に関しては2000ニトに変わりました。この違いに関しては野外で比較してめちゃくちゃ実感したので素晴らしい進化になっていると思います。であとはダイヤルを回すことでナイトモードとか使えたり、あとは86デシベルのサイレンが鳴ったりっていうところで、まあ、今までのね Apple Watch とはもう全然違う Apple Watch になっております。で皆さんが気になっているであろうこちらの 45mm のバンドを Apple Watch Ultra につけたらどうなるのか見ていきたいと思います。噂によるとソロループをはめるとちょっとよれてしまうみたいです。まあ、それはなぜかというと Apple Watch Ultra が 60g と重すぎるからですね。で今回僕が使っているのはスポーツバンドですので、まあ、このスポーツバンドがどれぐらい使えるのかも見ていきたいと思います。まあ、時と場合によってはスポーツバンドでずっと使う可能性もあります。はい、黒色のねスポーツバンドつけるとこんな感じ、まあ、めちゃくちゃいい感じじゃないでしょうか。まあ、なんですけれどもやっぱりこの Apple Watch Ultra ね、まあ、今まで使ってた Apple Watch と比べると、まあ、ちょっと重いなっていう感じはあります。でこれを実際につけてみると、あもう全然十分使えます。まあ、やっぱり今までのと比べるとちょっと重いなっていう感覚はあるけど、まあ、それぐらいですね。まあ、全然これでも使えると思います。まあ、Apple Watch Ultra はね画面がでかいんで僕の細い腕とあんまりマッチしないんじゃないかなと思ってたんですけれども、こう見るとね別にそんなに違和感はないですね。全然ねいい感じでつけれてます。なんかでかすぎて目立つかなとかも思ったんですけれども、まあ、そんなこともなさそうですね。であとなんか個人的に気になってたポイントとしては、はい、こういうね充電スタンドに取り付けれるのかっていう風に気になってました。これも試してみたいと思います。もしかしたら重すぎてね落ちちゃうんじゃないかなっていう風にも思うんですけれども、これどうでしょうか。乗っけると、あ全然いけますね。こんな感じで全然違和感なくスタンドにも装着することができます。落ちるってこともないです。あこれはいい感じですね。おー来た。はい、ということでこちらセットアップ完了しました。この前にですねなんか付け方が間違えてたみたいなので正しい付け方解説していきたいと思います。オーシャンバンドさっき間違えて付けてました。まずですねこのオーシャンバンドの付いているこちらのバックルですね、このバックルを先にオーシャンバンドに刺します。でこの刺す場所っていうのは、まあ、人によって変わると思うんですけど、まあ、僕は端から4番目か5番目ぐらいに刺しますね。はい、で今ここにオーシャンバンドのバングルが刺さってる状態でございます。でこう刺したらこのまま腕に取り付けます。くるっと取り付けたらこのバックルが上になるようにしてここでカチッとします。今まではこのバックルが下に隠れてたんですよ。だからめっちゃやりにくかったんですけど、このバックルが上にあればすごく取り外しはしやすいです。はい、すぐに取って、はい、すぐにこんな感じで取ったりこうバーってつけてよいしょ、ここに刺してあとこのバックルパチってやればつけれるようになりますので、これならね、まあ、こっちのバンドでもいいかなというふうに思いました。じゃあ早速セットアップ完了しましたので Apple Watch Ultra 詳しく見ていきたいと思います。文字盤はこんな感じでオリジナルのものが使用されております。 Apple Watch の操作に関しては今までと同じで、上からスライドしたら通知が出てきて、下からスライドしたらコントロールパネルが出てきます。今このセットアップの段階でバッテリーが 88% あります。現在の時刻が11時37分なので、まあ、この動画が撮り終わるまでにバッテリーが何%消費するかも見ていきたいと思います。ちなみにこの省電力モードというところをオンにすればバッテリーが60時間持つようになるようです。省電力モードにしても心拍数とかこういう別のモードも使えますので、省電力モードで使うのもねありかもしれません。まあ、今回はねバッテリーの省電力モードオフでやっていきます。でまず
この画面の操作性に関しては8とね入ってるチップは変わらないみたいなんですけれども、まあ、やっぱりね、まあ、画面の滑らかさに影響は全くないですね。めちゃくちゃスムーズ。じゃあまずこの文字盤から見ていきましょうかね。 Apple Watch Ultra 専用の文字盤でございます。はい、こちらがですね Apple Watch Ultra 専用の文字盤となっております。何があるかっていうと、めちゃくちゃね要素が多くて、まず左上の部分を押すとこんな感じでコンパスが出てきます。で今回 GPS の精度っていうのも上がっておりますので、このコンパスっていうのも、あれ今落ちた、はい、コンパスの精度っていうのも非常に優秀な形になっております。落ちたよね。あ、じゃあこれ押したらいいの？押したら戻るってこと？で右の端っこは UVI というものが出てます。 UVI とは UV インデックスの略で、紫外線が人体に及ぼす影響の度合いを分かりやすく示すために紫外線の強さを指標化したものですということで、ここにはね紫外線の強さが出てるみたいです。紫外線の強さが4ってことで、これ高いのか低いのかあんま分かんないんですけど、まあでもなんか色が緑から黄色、赤、紫みたいに変化していきますので、まあ、この色が強いほど UVI がまあ、高くなっていくんじゃないかなと思います。まあ、今が UVI オレンジになりかけぐらいのところですので、まあ、若干高いのかな。で左下にはタイマーがありまして、15分のタイマーが今セットされてます。まあ、ここはカスタムで自分のオリジナルの時間をねセットできるみたいです。右端にはこんな感じで Apple Watch のアクティビティが表示されておりまして、まあ、ここで自分のアクティビティの様子を確認することもできます。で真ん中には大きく時計が表示されてまして、今が11時45分ですね。で秒針もしっかりとあります。で真ん中には気温だったり日付、あとちょっと長針で見えないんですけれども、東西南北のコンパスと位置情報があります。まあ、こんな感じで大画面なので、めちゃくちゃ多い情報もこの画面一つで表示させることができるんですよ。まあ、これが Apple Watch Ultra の魅力となっております。で文字盤に関してはこんな感じでギャラリーがアプリの方でありますので、ここでいろいろ変えることができます。はい、こんな感じでアストロノミーというものを選択すれば地球のマークが出てきますし、はい、こんな感じのメトロポリタンというクラシックな文字盤も追加することができます。まあ、でもせっかくアップルウォッチウルトラ使ってるんだったら、まあ、ここのウェイファインダーで、まあ、色もねこんな感じで自由に調節できますので、まあ、ここでオリジナルのね、まあ、ウェイファインダーの文字盤を使うのがいいんじゃないかなと思います。僕はねこれめちゃくちゃいいね。このガジェットの本音カラーのブルーと白色の表示、まあ、これめちゃくちゃかっこいいので、僕はねこれで使用していきたいと思います。まあ、バンドの色も白やしめちゃくちゃいいよね。はい、ということで今回は Apple Watch Ultra のオーシャンバンドをせっかくつけていますので、実際にね水の中にも入れてみたいと思います。じゃあ洗面所にゴー。はい、じゃあ早速ね水を使った検証をやっていきたいと思います。こちらに先ほどセットアップした Apple Watch Ultra があります。じゃあこれを沈めていきます。3、2、1、ゴー。さあどうだ。操作は全然できる。あ、けどダイビングモードにならない。水に入れてから圧倒的に操作が鈍くなってる。これ大丈夫か。水深ってあるから、え、もう手濡れてない、ほぼ手濡れてないし画面も濡れてないけど、なんか圧倒的に画面全然動かんくなってんけど、どういうこと。もう一回ねこの水深アプリを開けた状態でやってみます。まあもしかしたらやっぱりこれぐらいの浅さだったら全然水深とかないから表示されない可能性ありますね。おきたけー。あ、水モードをオンにしないとならないってことか。防水ロックをかけてなかったんですよ。はい、こちらですね、コントロールパネルにある防水ロック、これを押す必要がありました。これを押すと防水のロックがかかって画面はね全く動かないようになります。でこの状態で沈めてあげると、はい、今出てるの分かりますかね。 0.1m っていう風に出てます。こんな感じで 0.1m っていう風に出てきてます。一番上に11時59分って時間が来てて、2番目に深さ、そして3番目にこれは何やろ、あ、水温も出てますね。水温が26度です今。はい、こんな風にダイビングすると、まあ、こういう表示を出すことができます。まあ、これぐらいのね暑さだったらもうApple Watch Ultraはもう何ともないっていう感じですね。で水に出たらこの防水ロックをオフにする必要があります。でこれを横のボタン、クラウンを長押しすることによって、はい、こんな感じで音が出てApple Watchの中の水を出してくれます。これで防水オフになりましたので、まあ、濡れてる画面と手を拭いて普通に Apple Watch を使用することができます。最初若干動作が重くなったんですけど、あれは防水をオンにしてなかったからああいう動作になったのかもしれないですね。まあ、でも個人的にはそのまま入れたら自動的に防水モードになってくれると思ってたので、まあ、そこがちょっと微妙ですね。まあ、これはちょっと実際にダイビングとかしてみないとわからないので、まあ、こういうところもね検証も今後していきたいと思います。いやでもこの水深と水温を測れる機能はめちゃくちゃ最高ですね。
これからもねちょっと使ってみたいと思います。でこの水につけた後のオーシャンバンドなんですけれども、もうこれはねもう完璧です。もう何も影響ないですね。水分もねすぐに飛んで普通のバンドとして使用することができますので、このオーシャンバンドはねやっぱ温泉とか行く方にはね必須かもしれません。シリコンでできてて使いやすいし、伸縮性もある程度あるし、めちゃくちゃ使いやすいです。このバンドを一番正解かも。はい、じゃあ他の機能もね一気に見ていきたいと思います。まず一つ目はナイトモードでございます。画面の横のクラウンをくるくるくるっと回すとナイトモードを使用することができます。一回部屋の照明全部切ってみますね。もう今ねカメラの ISO が 12,800 になってるんですけど、もうめちゃくちゃ暗いです。ちょっとね今画面もノイズ乗ってると思うんですけど、今ねめちゃくちゃ暗い状態です。この状態でクラウンをくるくるくるっと回すと、はい、ナイトモードになります。どっちの方が見やすいかっていうと、まあ、確かにナイトモードの方が目には優しそうな感じはします。まあ、そんなめちゃくちゃ光るわけじゃないので、まあ、必要な情報だけを見たいっていう時はこのナイトモードね十分使えそうです。ちなみに明るい状態でナイトモードと普通のモードを比べるとこんな感じですね。まあ、やっぱナイトモードの方が発光が少ないので、まあ、他の人が夜中に寝てる時に明るい光ピカーンとか出したら他の人起きちゃうじゃないですか。でそういう時にこのナイトモードにすると、あ、今時間これぐらいかっていうのを確認することができますので、そういう明かりを必要以上に出したくない時に使えるんじゃないかなと思います。でさらに女性の方だったら嬉しい排卵の周期を確認できる周期記録も皮膚温測定もすることができます。あとは今までできたような血中酸素濃度ももちろん測れます。はい、血中酸素の濃度 98% ですね。まあ大丈夫でしょう。さらにワークアウトを使えばランニングだったりサイクリングだったりバイクだったりスイミングだったり自分のゴールを定めることができます。こういうワークアウト系はね僕あんまり使ったことがないので、この Apple Watch Ultra をね活用して使ってみたいと思います。であとは新しく搭載されたこちらのサイレンですね。誰かに助けを求めたい時にサイレンを使えば音を鳴らすことができます。わーこれちょっと怖いけどやってみます。 3,2,1そんなめっちゃ大きいってわけじゃないかな。でこのサイレンに関しては横のサイドのボタンを長押しすれば、はい、起動することができます。あとはコンパスバックトレースだったり緊急電話も行うことができます。あとは普通の Apple Watch とできることはあんま変わらないですね。まあ、心拍数測ったり今82拍ね。あとはね Spotify とかもあるんですけど、これに関してもね Apple Watch で再生はできないです。 iPhone で再生するか Apple Watch っていう項目があっても Bluetooth でヘッドセットとかイヤホンをつなぐ必要があります。なので Apple Watch にまあスピーカーがついたからといって Apple Watch で音楽再生できるようになったわけではありません。はい、ということでね、こんな感じで Apple Watch Ultra 開封レビューやっていきました。ファーストインプレッションとしては、でかい画面と、この厚みのある重厚感のチタニウムのボディ。これがね、もうめちゃくちゃかっこいいなというふうに思いました。このね、チタニウムの、ま、高級感だったり、画面がフラットになっているところだったり、このね、モニターのサイドの部分も、ちょっとね、光沢感があるんですよ。こういうところのね、細かいこだわりがめちゃくちゃかっこいいなというふうに思いました。ま、サイドのね、オレンジ色は、ちょっとね、個人的には白とか他の色も選べるようにして欲しかったなっていうふうには思うんですけれども、まあ、そこもね込み込みでこの Apple Watch Ultra はね今のところ買ってよかったなというふうに思いました。まあ、やっぱりね価格が12万円超えてきますので、まあ、普通の Apple Watch の数字番台と倍の価格になっているんですけれども、まあ、このね水温センサーだったりガシガシ使っても大丈夫っていうところにね、まあ、非常に魅力を感じました。で最終的にバッテリーがどうなってるかについても見ていきたいと思います。バッテリーは、先ほどが 88% ぐらいだったと思うんですけれども、今がこれだけ使って 82% となっております。今が12時15分ですので、まあ、バッテリーの減りは、まあ、こんな感じとなっております。はい、ということで動画編集がねやっといい感じに終わりました。今がですね4時48分ぐらいなんですけれども、今日一日ねずっと Apple Watch Ultra をつけて動画編集の作業を行っていました。でずっとつけた感想なんですけれども、 61g あるので結構重いのかなっていうふうにも思ってたんですけれども、僕はねそんな重さっていうのは気になりませんでした。でその一つの要因っていうのがこの Apple Watch のオーシャンバンドですね。このバンドが普通のこういうスポーツバンドよりも作りがめっちゃしっかりしてるんですよ。この厚みがあったり、あとはねがっちり固定してくれてるっていうところで、 Apple Watch のオーシャンバンドがしっかりしてくれてるおかげで 61g あるボディの Apple Watch をつけててもあんまり重さは感じませんでした。それだけじゃなくて全然ブレずにですねずっとつけることができましたので、この Apple Watch に関しては装着感だったり重さっていうのは僕自身はねあまり気になりませんでした。あんまりね動画内で装着感についてのこととか言ってなかったので最後にね付け足しておきたいと思います。
皆さんね、こういうところが分からなかったよという部分がもしあればぜひねコメントで書いてください。はい、ということでまたまあ1ヶ月後ぐらいに本音レビューも動画出しますので、よかったらねチャンネル登録して動画待っておいてください。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上、よし今から AirPods Pro 開けるぞー。